Hallo und herzlich willkommen bei Wie Hacker muss ich sein? Samurai Maiden. So, das letzte Mal haben wir Io's Blubble Pocket 1 gemacht. Nun machen wir Hagane Sigurd. どうしたの？こんなところで。どうしたのって、あれ？鋼さん、ここはどこなの？どこだっていいじゃない。私たち、今二人っきりなのよ。ひよちゃん？こみみちゃん？どうして二人ともいないの？今は他の人のことは忘れましょう。ほら、つむぎちゃん。肩の力を抜いてね。え、鋼さん、いやいや、そんなことしてる場合じゃないってば。二人っきりね。鋼さんってば。これ鋼さんが話してた泡沫空間ってやつでしょ。出なきゃ閉じ込められちゃうって言ったの鋼さんだよ。あら、泡沫空間のこと覚えてたのね。忘れてたけど思い出したよ、たった今。ち、惜しかったわね。もうちょっとだったのに。なんとなく身の危険を感じたんだもの。鋼さん、何が惜しくてもうちょっとなのかな。わあ、ごめんごめん、私が悪かったわ。謝るから機嫌直してね。うん、ごん。つむぎちゃんの言う通り、私たちは泡沫空間に落ちてしまったのね。泡沫空間のことはどこまで説明したかしら。落とし穴みたいな空間があるから、入り込んだら何とかして出る努力をしろって、そのくらい。うん、いい機会だし、私たちが置かれた状況のおさらいをしましょうか。きちんと理解しておいた方が何かあった時の対処もしやすいわ。そうね、大きな川の流れを想像してみて。その流れの途中に大きな岩を置く。すると流れが遮られて、岩の両側に水が流れていくでしょ。ふむふむ。大きな川がつむぎちゃんとイオちゃんが住む世界。流れる水は時間よ。流れの途中に置かれた岩が世界の分岐点、得意点って言ったりもするわ。二つに分かれた流れが得意点によって分岐した平行世界ね。この時岩の周囲の水の流れが乱れるの。かき混ぜられて小さな泡がたくさんできるでしょ。その周囲にできた無数の泡がこの泡沫空間ってわけ。今は冥界が得意点となって世界が分岐する直前の状態なんだけど、厄介なのは魔王の存在ね。魔王が蘇ってしまったら、時間の流れをせき止めて都合のいいように歴史が改変されてしまう。もし紬ちゃんにつながる流れがせき止められたら、未来の紬ちゃんが存在しないことになるというのはこういうこと。もっと悪いのは、魔王が世界を滅ぼす力を持っていた場合よ。この場合は川そのものがなくなっちゃうと考えて。川そのものがなくなる。そして今いるところの川がなくなったら、今度は隣の川にも手を出すかもしれない。その川が私が住んでいる世界だったら、その世界も滅ぶ。というわけ。どう？分かった？めっちゃ分かりやすい。鋼さん、先生に向いてるんじゃない？考えたこともなかったわ。つむぎちゃんがそう言うなら、この一件を片付けたら転職を考えてみようかしら。はい、先生。それで私たちは何をすればいいですか？一番手っ取り早いのが
魔王を殺してしまうことね。ちょっと細かい話になるけど、冥界や魔王自体が得意点ではないの。魔王が歴史を改変したり世界を滅ぼした時点、つまり歴史に何らかの影響を及ぼす事象が得意点となるわ。得意点が発生する原因がなくなってしまえば、世界の分岐は発生しないし、分岐してもすぐに一つの流れに戻るはず。それが魔王を殺してしまうということよ。それってつまり、魔王を殺さなくても魔王が何もしなければ得意点は発生しないってことだよね。理屈ではその通りだけど、実際には難しいんじゃないかしら。そうか。紬ちゃん、優しいのね。どうかな、自分ではわかんないや。ああ、わかんないことばっかり。この先、わからなくても決断を迫られる時が来るかもしれない。そういう時、私はこれは運命だったって思うことにしてるの。楽よ、運命のせいにしてしまえば。鋼さんって大人って感じ。それって褒めてないわよね。そんなことないよ。自分の都合よりしなきゃならないことを優先できるのって大人だと思うもん。私はまだ子供だからさ、誰かに責任を押し付けられるのは嫌だし、でもそれを他の誰かのせいにするのはもっと嫌。ただのわがままなのは分かってるんだけど。それでいいんじゃない。だって紬ちゃんはまだ私みたいな大人になるのは早いもの。そうやって子供扱いされるのも嫌なんだよね。自分がめちゃくちゃ言ってるのは分かってるんだけど。本当にわがままなのね、紬ちゃん。鋼さんもはっきり言うよね。言ってくれないより言ってくれた方が全然いいけど。女の子はわがままなくらいが可愛いの。私は紬ちゃんに振り回されるの楽しんでるんだから。それ褒めてるの？それとも悪口？さあどっちかしら。またそうやってはぐらかす。やっぱり鋼さんって大人だわ。さてと、状況も整理できたし、やらなくちゃならないことも理解できたわね。そのためにはまずこの泡沫空間から出なくちゃ。よくできました。その通りよ。それじゃここから出る方法を探しましょう。Okay, Haganah's secret. Haganah-san, よろしくね。カラクリの準備はできてるわ。落ち着いていこうね。押してみて。移動する床だ。その調子よ。向こうに何かあるわね。私の忍術が使えるわよ。鋼さんのからくりの腕、心強い。このまま進むわよ。Bekommen. Ja, komm! Ja, komm!
せそうよ。通れるようになったよ。次に進むわよ。私の忍術が使えるわよ。お縄の術。それ、これがからくりの力よ。鋼さん、頼りになります。Verstehe. Ich würde sagen, das sind doch Bomben. Nicht so klug, die irgendwie selber zu ziehen. So, 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 ihr gönnt mir nichts. Brüder. So. Ich nehme meine Droge genommen. Ich meine meine Heilurne. Also die Kurin sieht es richtig nach. からくりを強化すればさらなる高みも。これでよし。どうなったの？泡沫空間が整合性を取り戻そうとしているの。そうすれば出られるわ。出口って見えるの？入るときは全然分かんなかったけど。出口が現れるというよりも弾き出される感じかしら。とにかくあとは弾き出してくれそうな場所で待つだけね。そっか。鋼さんさ。なーに？鋼さんの体って腕以外もからくりなの？ええ、体のいくつかの器官をからくりに置き換えているし、見えないところもいろいろ強化してるわ。からくりに興味出てきた？いや、そのおっぱいも作り物なのかなって思って。おっぱい？ああ、これは自前よ。中の骨格は取り替えてるけど大きさや形は変えてないわ。からくり化する前から変わってないと思うな。そうなんだ。何？それがどうしたの？私ほら胸そんなに大きくないでしょ。そんなに気にしてるわけじゃないんだけど、でもやっぱり気にはなるじゃん。ないよりある方がいいっていうかさ。でね、鋼さんスタイル、見た目が素敵って言えばいいのかな。女の私から見てもこう羨ましいっていうか、美人だし。あら、ありがとう。鋼さんの世界ではこういうのを思い通りに変えられるのかなとか思って。そしたら自前だって言うからほっとした気もするし、残念な気もして。もしかして胸、
大きくしたいの？できるわよ。そういう人もいるし。これがさ、また難しいところなんだよね。できるからじゃあするかって言われるとためらいがあるっていうか。そう思うのならしなくていいんじゃないかしら。それに私はつむぎちゃんには必要ないと思うけどな。もうちょっと成長すればまだ大きくなるでしょ。どうかな。身長2年前に止まっちゃったし、毎日牛乳飲んでるけどちっとも大きくなる感じしないし、だいたいダイエットして体重減らすと胸から減るっておかしくない？私そういうのしたことないからな。あ、ダイエットしたことなくてそのスタイルってマジ？まあその私からくりの部分が多いからそういう調整は。マジなの？ダイエットしたことないの？うん、したことないわ。敵だ！皆さん、女性の敵がここにいます！つむぎちゃん、ここは泡沫空間だから誰もいないから。そうだった。胸の大きさね、そんなに気になるかしら？その話は終わり。多分その件では鋼さんとは一生分かり合えないから。そんな、お姉さんともっとお話ししましょうよ。別の話題にしましょう。それならいいでしょ。別の話題か。それならね。忍者ってどういうことするの？どういうことってこういうことだけど、今まさに任務中だし。他には今までどんな任務があったの？ああ、それは秘密。なんで？忍者の仕事なんて話して楽しいものばかりじゃないもの。それに少しくらい秘密があった方が素敵でしょ。うまくはぐらかされた気がする。じゃあお休みの日は何してるの？お休みの日？それはちょっと言えないっていうか言いたくないっていうか。ほら、女性は少しくらい秘密があった方が。その理由さっきも使ったし。ぐう。やっぱり未来ある JK としては鋼さんみたいな自立した女性に憧れるわけ。鋼さんが優秀な忍者ってことはもちろん十分わかってるよ。そこで優秀な忍者が普段どういう生活をしてるのかぜひ参考にしたいの。社会勉強っていうの？私鋼さんの私生活知りたいな。つむぎちゃん、あのね、別に貧困法制で規律正しい生活とか期待してないよ。どんなものを食べて自主訓練とかはどんなのとか、そういうさ。あ、嘘はダメだよ、参考にならないもん。そのお休みの日はだいたいお昼過ぎに起きます。昼過ぎ？お寝坊さんだね。お休みの前の日はだいたい明け方までお酒を飲んでいるので、どうしてもそのね。起きてからは何して過ごすの？引き続きお酒を。つまりただ酔っ払って過ごすと。聞いてつむぎちゃん、忍者のお仕事って大変なの。役にも立たない書類はただひたすらに煩雑だし、なのに数字が合わないと何度でも書き直しさせられるし、必要な予算を申請しても取り合ってくれないし。うわ、鋼さんが壊れちゃった。そりゃお酒くらい飲むでしょ。それぐらいしかないんだもの。鋼さん落ち着いて。私未成年だからそういうのはちょっとわかんないけど。そっか、この件ではつむぎちゃんとは分かり合えないのね。寂しいわ。あ、ほら鋼さん、泡沫空間から出られるんじゃない？はあ、
わめいたらちょっとすっきりしたわ。つむぎちゃん、付き合ってくれてありがとう。いっぱいお話できて嬉しかったわ。どういたしまして。いろんな意味で鋼さんにはかないそうにないや。じゃ戻りましょうか。